今回は油飯乗ってかなりの両キャラだったのに出番少ないよねについて読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。作画がね。こいつとガーラ同時期に出したの本当に大変だと思う。女子受けがね。ガーラを追う時のサスケとシノがするお前たちそんなに仲良かったの?と思わせるようなフランクな会話。互いに実力は認め合ってたんじゃねえかな。強すぎる。評価は高いけど出してもらえないやつ。なんだかんだ同年代からの偏見の目は少なかったな。ナルト。シノのビジュアル同期で一番好き。どう考えても強いのにボルトで扱いが不遇。本編でも不遇というか空気だし。出番が少なすぎ少ない出番で圧倒してたから、強キャラの格が落ちなかっただけで、チャクラ虫の種が割れれば対策は、容易で対して強くないと言われたら否定しにくい。え?体内に何十種類もいる虫の対策を?チャクラに反応して爆発する虫を、相手の体内に送り込むとか初見じゃ対策も何もないよね。さくらちゃんももうちょいで本戦出場できそうだったけど、こいつを含めて相手が悪すぎるな。あんたが来る頃にはこっちも終わってるってのが、強さを認めてるんだなと。トルネとか見てるとやっぱりクソ強いんだよな、油目一族。一部の時点でもシノにとっては、サスケもナルトも大切な友人だからな。全然絡みなかったのに忍び連合の術の時、俺もナルトの親友の一人だみたいな面してて笑った。シノは親友だと思ってるだけだから、やめろ。かわいそう。4人衆相手なら次郎坊先生以外には相性有利取れた。虫を刺激して実質何でもできるから化学人具の機能と変わらない。キモいだけ。対人戦で機大中虫食いやってみてほしい。能力が希少かつ幅があって相当ポテンシャルあるんだけど影が薄い。騎士影も兄影もうまく動かせず持て余したって感じ。虫もだけど無口グラさんもだいぶ周囲から親しみづらい要素だったのかなと。ボルトで変なバイザーとちょんまげに変えたの見て思う。ナルトが奪還編で死の誘えって言ってたのが意外だった。強い奴には執着してるけどそういうのちゃんと見てるんだな。それこそお開きになったとはいえ中忍試験でも余裕勝ちしてたしな。未だにサスケ奪還読んでもらえなかったの気にしてる男。いい夢見れたかよって感じでかっこいいのに。絶対強いのに活躍しない。トルネとのやりとりよかったよ。ネタ割れて対策されるのは、全員一緒で複数し大量の虫はネタが割れても、対策し続けるのはかなり困難な方じゃねえかな。見てくれよこの機大中。素顔はイケメン。幼少時に風影の兄貴相手に引き分けたくらいの実力者だったんだがな。虫が目からも出てくるからグラさんなんだろうなぁと勝手に思ってた。篠先生見た目がかっこ悪いのがダメなのでは。なんだあの VR ゴーグル。シノは多分兄折とかでナルトとかと仲良くしてるシーンあるだろ多分会ってほしい。ナルトとシノで一緒に任務受けてた回とかあったはず。サスケ奪還に呼ばれなかったのずっと拗ねてるの好き。不器用だけどいい先生なんだ。グラサンかけてた方が強そうには見えるけど、教師だからダメなのかなだからって、あの変なのは本当に何なんだろう。まあ闇の一族だったのが表で。教師やってるのはかなりいい就職先なんじゃないか。優秀なやつって言ったよなさそうならシノとかだろ。ってそれまでほぼ絡みがないナルト視点でも優秀な男。ウコンサコンに勝ったカンクロウと相打ちの時点でかなり強い。体験者以外は完封できるよね。ボルトではかなり出番が多くていい。委員長ちゃん引き取ったとこは良かったね。こいつを最大限活躍させたら、少年誌でお出しできる絵面じゃなくなってしまう。人相手に使っていい技じゃねえ。派手な活躍させると画面がいろんな意味で大変なことになりそう。出番は多いけどこんなやつだったかなーって感じがする教師氏の。服の下だけでなく皮膚の下や体内にも虫がいるのがちょっとね。新転身したらショック死しそう。サコンウコン特攻の虫ボディ。虫使いはいいけど軍隊だからなー書くのもめんどくさそうだし。数匹ぐらいなら活躍できてたかもな。軍隊型スタンド使いは作画労力が高すぎてすぐ死ぬ理論か。網折りで食虫植物に虫食われまくって、虫が減ると弱気になるという設定もついた。ガチレバ最強クラスだけど対人に使うと倫理的にまずい。本人もそういうところ配慮して、G
地味な立ち回りに徹しちゃうから、優しくて間抜けで親しみやすい篠先生になったんだと思う。篠がやりたいから仕方ないけど、篠みたいな優秀で特殊血統が、アカデミーの先生って人手不足の時に結構もったいないよね。でかい虫を口寄せするのでもそれはそれでキモいからキモン。先生やってるけど篠が普通に手裏剣や区内で戦ってるイメージがなさすぎる。こういうことができる虫がいました。で戦闘を進められるからメタ的に出しにくいんだろう。まあ勝たせやすすぎるという問題はあるな。新しく用意しました。新種作りました。でいくらでもインフレ対応しそう。でかい虫大量の虫寄生虫吸血チャクラ虫。無理だよこれ。あと艦苦労戦でもそうだったけど、些細な描写で虫をつけておいたんだみたいなのが、後出しじゃんけん感あるかもしれん。略眼持ちでこんな体のやつとチーム組んでる日向地獄だろ。間違いなく初対面時吐いてるよね。下手すやトラウマになるレベル。日向月のもの来たら牙に一瞬でバレるの嫌だろうな。八班は見えて仲良いし、牙は戦闘での勝ち星が極端に少ないだけで、探知系としては里でもトップクラスだかんな。篠出せばどんなバトルも後出しでこの虫の性質はできるの強すぎる。ボルト世代に牙より弱いと思われてるのかわいそう。ネジと牙は追跡任務なら完璧な組み合わせだ。巨大虫口寄せしたら多分かっこよかったけど、キモい虫いっぱい出して初見殺しが一番強そうなのがいけない。めちゃくちゃでかくて硬くて強いオウムカデとか、キモいとかっこいいで73のラインついてきそう。けど一族結構人数いるんだよな。この見た目特徴で人と関わるの好きってのが面白いよな。顔がいい。この世界でチャクラかくらん吸収持ってるのはずるいだろ。略眼虫嗅覚と探索に秀で過ぎてる。3人ばらけて他の班とメンバーチェンジした方がいいんじゃ。喋ると結構良い性格してるからなしの。ネジとかもそうなんだけど良くも悪くも仲良くなると普通。キバいろいろ言われるけど、ナルト対ネジ戦でナルトのこと認めて応援してたりそういうとこ割と好き。キバなんてわかりやすいくらいいいやつなのに、軽口が多いのとガツーガで敵を倒せないのが悪いみたいなとこはあると思う。キバがここまでひどい言われようなのは何が悪かったんだろうな。アブラメ一族基本的にいい人多い。なんで味方からディスられなくちゃいかんのですか。まあキモいとしか言いようないし、嫁探し死ぬほど苦労しそうな一族。強すぎたせいで艦苦労戦以降ろくな出番なかったしのに悲しき過去。強くて性格もいいしもったいなかったわ。そのでかくなった虫どうすんのよ。でかくなったからそのまま戦ってもらうんだろ。こんなでかい虫が近隣に生息してるのか。チャクラ食う虫ってなんか大津月レベルの歴史ありそう。チャクラがないとそういう進化しないしな。チャクラ量が変動すると肉を食い始めるというのもよくわからん生態だ。肉を食いだめしたらその肉を消費してチャクラ作って縮むとかだろうか。父ちゃんが虫使いなのは確実だけど母ちゃんが何者なのかは描写ないよな。肝がられると傷つくタイプなのが悲しみ。本人もだんだんヤバくなってる。ぬいぐるみに話しかけたり一緒に出かけるレベルはもうやばい。キャラを作るまでのアイディアは良かった。活躍させようと思うとキモい。やるときだけ虫をどっか別の場所に行かせればいいのでは。そういうのできない契約じゃなかったっけ。篠先生で一族終わりそう。トルネさんとか物心ついた時点で先を思うと絶望的よね。多分その気になったら虫でガーラより怖いことできるよね。死の強いのもあるけど虫代わりとなんでもありなせいで面白くするの難しいと思う。強いけど虫はな、トルネみたいにナノサイズの虫を使えれば、見た目的にマシになるから、出番増えたかも。死のじゃなくてエビスいるじゃん。酒飲んで酔っ払うと虫のコントロールができなくなって周囲が大惨事になる男。いろいろ大変そうな一族だな。強いけど、性格が地味。虫の策がカロリーが高すぎる。技の絵面が味方キャラとしてはな。マジで描写すると虫規制されたら価値格だからな。そうでなくともいろいろできすぎて、これ死のだけでよくねになっちゃって強すぎる。虫を刺激っていうのがすごい特殊でキャラ的にはいいんだけど、味方としては生えないよなーって。しかも虚婚なんだぜ。ますます異性から怖がられそう。篠が中忍試験落ちたのなんでだっけ。現実も自力で解いて敵幹部と相打ちだったよね。
砂が決起した時点でもう試験は中断中止だよ。虫が通れば勝ち確、通らなければ打つ手なし、勝つにしても負けるにしても塩すぎる。もしあの世界の忍びだったらチームに絶対欲しい。でも自分があの一族にだけは絶対なりたくない。なんで油目一族ってみんな目が隠れてるんだろ。独自性のある強い能力、クールな仕事人っぽい性格、未来の主人公の嫁と同じ班、ここまで良い条件揃っててなんで空気なんだよ。なんかボルトでネタにされて、ひどいことになってると聞いてボルト見れてねえ。あの時点でカンクローと引き分けってすごいよね。大物っぽい話し方で小物っぽいこと言うとこ好き。サスケ娘に悪い虫はついてないか？死の悪い虫？虫に悪い奴はいないブチ切れ。このやりとりちょっと好き。死の結構話したがりだし虫に目をつぶれば良い男だと思うんだがな。今回は油目死のってかなりの良キャラだったのに出番少ないよねについてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。